いやー、でっけえのがまた届きましたね。しかもね、今日すごい雨降ってたんで、佐川さんがね、気を使って黒いビニールで包んでくれてますね。はい。いや、これでかいな。はい。箱の状態ですね。まあ、箱って言っても輸送箱の状態ですが、実はこちらね、メガハウスさんから出ています。じゃん。はい、GEM シリーズのプレシャス GEM っていうことでね、なんとこちら内ハイタチスサノオバージョン光る大雑器っていうことでね、いつもの GEM とは違います。箱がねめちゃくちゃでかい、めちゃくちゃでかい上に 2.6 歳ってことは 2.6 キロってことかな、重いんですよ。ちょっとした瓦礫ぐらいのサイズありますね、これね。まあ、ちょっと箱がすでにね、ベコってますけど、大丈夫かな、なんか。いや、これはすごいな。こんなでかいと思わなかったな。まあ、とりあえず、まあ、段ボールの状態はね、まあ、どっちの面も同じような感じなんで、とりあえずね、内箱っていうかね、本当の箱、そちらをね見ていきましょう。はい、皆さんびっくり、輸送箱の中から輸送箱が出てきました。うお、まあ同僚しか状態。いや、マジか、すげえ厳重やな。はい、箱ね出したらね、白い紙に包まれてますね。いや、でかっ、ほんとでかっこれ。じゃあね、こちらのね紙をね早速外して箱を見てみましょう。ということでね、もう外観をねさっと一回り見ていただきましたがね、めちゃくちゃかっこよくないですか、このイタチ。でっかいしね、これはマジでやばそうな雰囲気がめっちゃすごいする。いや、すげえ。いや、 GEM でねこのサイズ出るとは思わなかったな。濃いわこれ。では早速ね、こちらブリスターの状態ね見ていきましょう。はい、ということでね、ブリスターもね一回り見てもらいましたが、めちゃくちゃやばいな、これ。パーツ数もやばいんちゃうかな。もうね、こういうね、緩衝材とかがね、至るところにね、はめ込まれてますね。で、ブリスターがね、これ何重にもなってるんですよ。ここですでにね、空間がありますし。はい。で、ここをね、横を見るとね、もうこういう感じで何重にもなってますね。で、裏はね、もうすでにここでもうブリスターがもう分割されてますね。これで一つのブリスター。そこに支柱ですね。支柱の類があります。で、もうここら辺のあれはパーツはね、なんかほんといろいろと。緩衝材っていうから、これなんだろう、紙なのかなって包まれてる感じですね。はい、という感じなんでね、とりあえずねブリスターから出してね、パーツを一つ一つ見ていきたいと思います。はい、まだ途中なんですけれどもね、この紙かと思われたこのね、噛ませてあるこれ、なんかね材質が面白いんですよね。なんかね、あの紙のようでもあり、スポンジのようでもある、なんて言うんだろう、スポンジペーパーっていうのかな、なんかね、ほんと面白い材質。マシュマロみたいな感じ。はい。こういうので全部噛ませてありますね。はい。
そういうのもね、全部ちょっと取り外した状態でパーツは紹介していきます。はい、開封している途中なんですが、またまたここでね、ありましたね、針金縛り。いや、これ一番困るんだよな、梱包して開ける際に。めっちゃぐるぐる巻きにされてるんですよね。これ取り外すのめんどくさいんですよ。しかもね、これ一箇所じゃないんですよね。ここにもぐるんぐるに巻かれてるんですよ。いや、これめんどくさ。とりあえず続きをやりましょう。はい、ということでね、一応ね、開封し終わりました。いや、結構大変。めっちゃ開封だけでもね、すげえ時間かかったわ。はい、ということでね、まあ、とりあえずパーツをね、一つ一つ見ていきたいんですが、まあ、とりあえず台座ですね。はい、台座こちら。はい、まあこれはですね、もう発光前提の台座ですね。はい、もうスケルトンになってます。で、裏側はねこうなってて、で電池蓋があって、単4電池が3本必要です。なのでね、事前に用意しておいた方がいいですね。はい、で一応ね、これも発光させれるんで発光させましょう。はい、するとどうです、めちゃくちゃ真っ赤な明かり、すっごいよね。めちゃくちゃ明るいな。はい、こんな感じで発光しますね。はい、これが発光台座で、続いてがね、元となるね、まあ、ジオラマ部分ですかね。はい、スサノオのねエフェクトパーツ。はい、こちらでかすぎてね、見せらんないんですけど、上までね、こうね、手形みたいになってるんですよね。で、焦げた跡、黒くね、塗装されてる場所がありますね。焦げ目みたいな感じでついてます。で、まあこうやってね、上の方に行くに従って炎みたいになっていく。まあ見た目はね、骨ですよね。骨格みたいな感じ。めちゃくちゃ重いです、これ。これだけでめっちゃ重い。全部クリアパーツで作られてますね。要はこれがスサノオの左手になるのかな。はい、これをね、発光台座の上に置く感じなんでしょうね。はい、まあ、とりあえず今の段階でまだ発光はさせません。最後に発光させる感じでいきたいと思います。続いてはね、はい、もうこれ全部指です。指のパーツ、はい、指のパーツが5本ありますね。はい、これはもう一気に紹介しますね。はい、まあ、あとはね、炎のエフェクトがね、もうかなりあります。はい、で一応ね、これ取説がついてますね。これを見ながらじゃないと結構厳しいかもしれないね。まあ、これを見ながら、まあ、組み立てていく感じですね。では早速組み立てていきましょう。はい、まずね、こちらの、指のパーツから取り付けていきたいと思います。一応この向きですね、こっちの向きで一番端っこですね。要は小指、はい、スサノオの小指、こんな感じでくっつけていきましょう。で、2番目、こちらが薬指ですね。はい、はい、こんな感じでね。はい、で、中指なんですけれども、中指が一番大きいんでね、はい、すぐ分かるんですが、こちら中指だけ稼働します。はい、中指だけ稼働する。これをつけていきましょう。はい、こんな感じですね。あ、でも中指は曲がるのはここが限界ですね。
続いて人差し指、はい、はい、最後に親指、はい、はい、続いてねエフェクトですね、はい、一番最上段、最上段がこの形のエフェクト、はい、これをここですね、最上段のここにはめる、はい、こんな感じですね。続いてこの形のやつを今度はここですね、はい、に差し込む、続いてね、こちらの二股に分かれているエフェクト、それをね、ここですね、ここの二つの穴に入れる、はい、で次はこの形ですね、この形を今度逆側ですね、反対側の一番上ですね、はい、穴の形を確認しながら入れましょう、はい、続いてここの形ですね、はい、これをその下ですね、よっと、はい、はい、続いてこの形ですね、はい、先端が丸みを帯びてるやつですね、はい、平べったくなってるやつ、それをそのまた下にここですねにつける、はい、続いてがですね、ちょうどここの間見えてますね、ここの穴とここにね、ここに丸い穴があるんで、そこにこのパーツですね、はい、この先端の形状でね、うん、判断しましょう、はい、一番大きいエフェクト、はい、といった形でエフェクトは完成、はい、で残るはねイタチ本人、はい、まだ見てませんね、はい、こちら、いやー倍ぐらいかっこいい、めちゃんこイケメン、なんだこのイタチ、よくできてるな、かっこよすぎ、うわ、しかもねスサノを出してるんでね、うん、下がね黄色くね、うん、こう反射してる、発光っていうかその反射してる光、それでねこういう感じに、うん、光の当たり方で反射して見えるね感じに塗装されてますね、いや素晴らしい、いやこれはすげえな、いやかっけえ、五尊眼もねめちゃくちゃよくできてるね、うん、この鎖かとびら、うん、これも細かく作られてるね、でこの髪の毛のね作りもね動きがねあってね、めっちゃよくできてますよ、毛先まですげえシャープ、いやーでこの手の造形
このセクシーな手の造形、めっちゃセクシーよね。で、暁のね、指輪、これもちゃんと再現されてます。いや、手だけでセクシー。いや、すげえ。いや、めっちゃセクシーな手してんな。とにかくめちゃんこかっけえ。はい、で、これをね、エフェクトの台座に取り付ける感じですね。はい、これはね、もう足の裏にね、穴があるんで、で、エフェクトのところにね、鉄の支柱があるんで、そこに取り付ける感じです。ちょっとね、鉄の支柱のところがね、かなり硬くて入りづらかったんですけれどもね。はい、で、ちょうどここのね、右足を乗っける部分、これがね、要は中指のところに当たるんで稼働するんですよね。なので、うまいことこうかませるようにこう折り曲げてあげる。はい、で、完成ですね。で、このね、支柱なんですけれども、これはね、要はへたりを防止するための支柱ですね。はい、これをね、ここの一番左の方のね、出っ張ってるエフェクト、こちらの下にね、こううまくかます。まあ、こんな感じかな。はい、このね、支柱も、これもへたり防止の支柱なんですけれども、これはここのね、骨のエフェクトのこの部分に、蛇腹になってる部分にこうやってね、一個ずつ調整しながらね、かますっていうね、めちゃくちゃめんどくさい。めちゃくちゃめんどくさいな。こうやって微調整しながら、こうやって間にかましていく感じですね。はい、はい、一応ね、支柱はこういう感じでかませる感じですね。まあ、長さとかをね、こう調整して、こういう感じでかませる。うん、ほんとへたり防止だね。うん、まあ、ほんと心配な方は取り付けるのをおすすめします。ただね、一貫性めっちゃめんどくさい。まあ、すぐにしまうとかね、別ので補助できるんでしたら、そっちの方がいいかもしれませんね。はい、では全体をね、見ていきましょう。一応ね、この小さい支柱なんですが、今のところはね、こう全然なくていい状態。うん、はっきり言ってね、今これガバガバなんですよ。ただ浮いてるだけなんですけれども、普通に持ち上がってるんで、うん、浮いちゃってるんですよね。うん、なので、まあ、これは別にいらないかな、このちっちゃいやつはね。うん、はい、ではざっとね、ほんと簡単にですが、見ていきます。はい、まあ、ここにね、ほんと「ウチハイタチ」って書いてあるんですよ。全然気づかなかったんですけれどもね。うん、ここに「イタチウチハ」、分かりづらい、反射して見えづらいけど、イタチウチハスサノオバージョンって書いてあるんですよね。うん、はい、で、まあ、こういう感じでね、スサノオの手に乗ったイタチ。いや、すごいね、このね、やっぱね、服のね、光の当たり方によるこの色合い、これがね、ほんと絶妙に合わさるね。うん、組み上がると光の反射で照らされている服、めっちゃよくできてる。で、これですよ、めっちゃかっこいい。なんだこのフィギュア、国内販売のイタチフィギュアでね、これ多分群を抜いてますね。うん、これ以上のやつはないです、多分。うん、まあ、スサノオのね、うん、てっきりあの本体の方かと思ったら、手のひらっていうね、まあ、それだけでかいんですけどね、スサノオがね。
まあさすがに同じスケールでやったらね、めちゃんこ多分でかくなるよね。1メートル超えそうだからな。いやこれでもすごいよくできてるな。何なんだろうこれ。GEM のねプレシャスシリーズ、これはマジですげえな。いやーこれはね、もっと別のも出してほしいね。サスケやナルト、カカシといっぱい出てほしい。あと言ってもめちゃくちゃ高いんだけどね。これでも3万5000円ぐらいしましたからね。普通の GEM よりね全然高い。いや素晴らしい。じゃあとりあえずね、最後はね回転台座に回しながらね、発光とね通常バージョンと見てお別れしたいと思います。ということで今回は久しぶりに GEM ナルトシリーズですね、はい、こちらのサスケスサノオバージョンご紹介させていただきました。これ以外もねナルトフィギュアどんどん紹介していきますんでね、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。